がお送りします。はい、暴れん坊公文さんからいただいておりますが、山口県の障害者施設で職員の暴行が発覚。こんな事件多いですね。弱い者いじめの典型だと思います。負の連鎖でいろんなところに影響が出てますね。クロちゃんからもいただいております。この方も詳しく書いていただいておりますけれども、下関の障害者施設で日常的に肉体的暴力、精神的暴力の虐待行為を複数の職員が行っていることを他の職員からの内部告発、隠し撮りで分かったみたいです。この動画を私も見ましたが、本当に見るに耐えないものでした。自分たちの、言ってることがわからないからといって頭を叩いたり顔を張ったり大声で怒鳴りつけたりして良いのかと感じました。それに知的障害者の自立を支援する福祉施設なんですから、職員も理解して教えるのが当たり前だと思うんですが、またもっと許せないのが市の担当者。この動画を1年前に見ていて、明らかな虐待はないとして立ち入り調査などの対応を取っていなかったんです。自分の仕事を全然してませんね。またこれが自分の身内だったらこんなことするのかな。こんなことを言いたくないけども、税金で自分たちが暮らしてるのになんかなということで。これはこの障害者施設というのはあれですか？やっぱ市の施設ですかね？まあ、指定、うん、下関市の指定障害者の福祉施設。補助金とかなんかは出ている。はい、全額ではないかもしれないですけど、はい、まあ、そういったものもあるかもしれないですね。まあ、出ているということですね。はい、バーディーさんからいただいておりますが、下関市の担当者と施設側の理事やら施設長の言動には本当に腹が立ちますですね。1年ぐらい前からね、告発を受けながら施設側の意見しか聞かずに暴行の事実は確認できなかったと、市側の対応はお粗末この上なし、これが高給取りのやることか、これならバイトでもできますよ、多分接待でも受けていたのであまり突っ込まなかったのが実際のところではないかと思いますと、まあこういう想像で言ってますけど、まあまあ結果からするとそうやって疑われてしまってもしょうがない部分出てきますよね。接待受けたらあまりね強くとも言えんわなというぐらいに対応してないぞ、よかったなということですよね。まあ、ね、怒りですもんね、はい。デビルウーマンさん、勇気出してカメラを設置して内部告発してくれてよかったですと。これこの場合ね、カメラなかったらどうなるやろうと思います。この人まず口で言ってあかんかったからカメラ出したんですよ、撮影した画像をね、でそれ見ても動かへんかった、でテレビ局持ってって流してもらいました、でやっと動いたわけです、これいくら口で言ってもあかんですね。そうですね、ここの市はなんでそんな風になっちゃうんですかね。これは後にいろいろ出てきます、悲しいことに施設ではこういう虐待があるそうです。いろいろニュースにもなってますよね、性的な虐待なども。私前見たちょっとタイトル忘れましたが、韓国の施設で虐待する映画を私、韓国映画で見ましたけれども、はい、あれなんかももう性的な虐待もありましたし、あれも実際に韓国であったことです、韓国であったことは日本では絶対ないと言い聞いたいです私は、でも言い切れんかもわかりません、こういうことがあるんだろうなというね、監視カメラを設置するのも一つの案としてありだと思いますよ。そして外部の人との交流とか地域の人との交流とか、開かれた施設になるとこういう虐待は減るのかな。もちろん内部告発した人のように優しい気持ちで一生懸命働いている人もたくさんいると思うので、職員の待遇面も見直すことも必要なのではないでしょうかね。気を使う仕事でしょうし、ストレスもあるでしょうし、まあどんな仕事でもストレスはありますけどもね、逮捕されてよかったと思いますよと、ね、こういう人がいる。韓国の場合の映画のストーリーだった場合は、新任の人が来て、それで、そこで働き始めるという時に、おかしい。これおかしいぞという。やっぱ他の違った目で見られる人っていうのがやっぱり入ってくる時が、一つのきっかけでしょうね。ですから、心配なのは、この内部告発した人がまだ働いてらっしゃるらしいですけど、待遇どうですかね、環境がね。はい。もうね、お前いらんこと言うやっちゃな、本当に、って。こういう人がどんどん出世していくならいいですけどね。あんたようやってくれた。はい、ここはあんたのおかげでね。中高の祖や、あんたは。ねここからどんどん、いい、また部署につけて、ますますこれやってくれというのか。はい。いづらい雰囲気になるのか。どうやろうというところも、
ね、気になります。マグロの定義を知らない旦那さんからもいただいております。まあ、見るのが辛くなったというお便り、それから、レ・インモーマンさんからいただいておりますが、やっぱりこれは事なかれ主義で、多分さっきどうしてこういうことになるんだって、はい、ことなかれ主義のは本当によう言ったもんで、うん、何もなかったことでしょ。その方がこれで言ったらですね、今まで市の対応どうやったと、まあ、こうやって監督官庁どうやった言われるわけですから、ね、はい、内部告発で初めて気づいたんかとか、うん、いろんなもんやるより、まあまあ一応やりましたと、はいはいこれからもよろしくねで終わった方がみんなにとっていいわけです。みんなにとってってのは関係者ですよ。うん、うん、ことなかれ主義はでもここまで大きくなったらこと断り主義になってしまいますね。事実は消えませんのでね、事なかれ主義は断り主義に変わっていくぞと、どんどん膨らみますね。はい、いうことはちょっと覚えておいた方がいいですね。ビルの美観はもちろん、お客様の大切な資産価値をお守りし